手にユニフォームをもらった少年の久保建英川の映像が発見される。ポップコーン少年の竹川の映像あったぞ。二度見してにっこりしてる久保最高すぎるわ。子供に優しい竹素敵だな。この動画の久保が見たかった。マジでありがとう。わがままを言うと、久保がお菓子を受け取ってるところも見たかった。脱ぎたてかと思ったら下に置いてたやつで笑った。この子が将来プロになって自身のユニフォームを久保にプレゼントしたら最高すぎる。その世界線本当に見たいわ。すごいな、海外でもこれバズってる。次世代の久保かも。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価ぜひお願いします。